今月のフレッシュマンは阿蘇市内の巻にあります阿蘇ふれあいにお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずお名前と年齢、そしてお住まいの地域から教えてください。はい、市原幸恵です。26歳です。宮地に住んでます。市原さんはこちらにお勤めになってもどれぐらいが経ちますか？4年ほど経ちます。普段はどんなお仕事されているんですか？リハビリをしてます。利用者さんのリハビリをしてます。お仕事の中でいつも心がけていることとか、何かこのお仕事のやりがいみたいなことを教えてもらってもいいですか？心がけていることは、利用者様の痛みだったり悩みについて、やっぱこう一対一になるんで言われることが、多いので、そういったところをですね、声かけをちょっと気をつけて、ちょっとリハビリするだけじゃなくて気分も軽くなってもらえたらいいなって思いながらしてます。利用者さんとの会話の中とかで何か言われて嬉しかったこととか、なんかこの仕事やっててよかったなって思ったことはありますか？嬉しかったことは、例えばなんか寒くってなんか足がつってたけどリハビリをしてたら良くなったとか、なんかそういったことですかね。そのリハビリ以外の力もあると思うんですけど、なんかしてもらったから良くなったよみたいな風に言われると、やって良かったなっていう風に思います。ではちょっと個人的なことも聞いていきますが、市原さんは26歳ということで結婚願望とかはどうでしょうか？はい、あります。じゃあどんな人がタイプですか？タイプ、そうですね、誠実な人です。じゃあそんな誠実な人と阿蘇市でデートするならどこに行きましょうか？最近道路とかトンネルも開通されたんで、阿蘇もいいですけど、そういう道路を使って、その市内の方とか向こうの方に出ても、いいなと思います。ドライブとかね、お出かけもいいですよね。はい、じゃあ最後にカメラに向かって、お勤め先の PR をお願いします。はい、社名のワンバイワンの意味でもある、一つずつ、一人ずつ、あと一歩ずつっていうのもあるんですけども、なんかそれの3つを大切にして、介護リハビリを提供しています。ここに来てよかったって思ってもらえるようなデイサービスです。今月のフレッシュマンは阿蘇市内の巻にあります阿蘇ふれあいにお勤めの市原さんをご紹介しました。では最後に決めポーズお願いします。いきます。せーの、フレッシュマン。